ちょっとここでまあ面白い話といいますかああ個あるんですかはいあのいこう筆記を受けにこう教室に行ったわけですよ僕がでこう授業が終わりまして、はい、僕がこうねその教室を出て、うん、こうそのなんて言うんですか免許センターはい、はい、免許を受けるところ出ました、はい、そしたらこうなんか後ろからトントンってされたわけですよ、はい、えっあれ なんか今トントンされたみたいな免許センターでそうそう出てからね外に,出外に出てからトントンされて、うん、パッと振り返ったらあの宮舘君ですよねえっ、うん、あこういうところでも声をかけてくださる人はいるんだと思ってあそうですよって言って、うん、あの安倍君によろしくお伝えくださいって言われたんですねあ,あるよねそうでまさかのこうトントンってされて安倍君によろしくお伝えくださいっていう なんかいや分かるわその気持ちこれなんだろうなんかこう後にも先にも喜べない感じわかるなんかそれマジであるあるなんだよね、うん、これあの伝言を言う人になるっていうこのなんかそうなんだよね誰々によろしく言っといてくださいみたいな急な伝言ゲームが始まるわけよそ,<う>そこでそれ何なんでしょうねたまにはたきたくなるよね <laughs> <laughs> むしろもう心の中ではたいてる俺はもう <laughs> 心の中でいやだからねなんかそれっきりこうなんかそこではさ帽子とかもかぶれないですからああそっかそういやそこでこう声をかけていただくんだっていうのは思いました <laughs>、うん、なるほどねうんそっとしておいてほしいあ免許免許の免許センターで免許センターの時はいやそりゃそうでしょう<う>だって恥ずかしいもん、うん、だからあの免許取ってから声かけてあげようかね <laughs> どういうこと <laughs>、うん、免許免許の,あの取るまではもう今ちょっと もうシビアなんでそうだからもう教科書とかすごく重いからうん通ってる時だけはもう彼学生になってるんで今そう学生ライフをやっぱ邪魔しないであげてほしいそうん久しぶりに君に伝言よろしくお伝えくださいって気持ちも分かるけどだから免許取ってからそうでラジオという電波を使ってお伝えしました倍く君にはいそうだからあの声かけたやつ反省しろやちゃっ